はい、タイトルにもある通り捨てます。はい、こんにちは、林です。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、とある3つのものを捨てます。はい、まあ、それをですね、まあ、早速ちょっとお話をしていくんですけど、まあ、僕もですね、今家の中を無印良品のものに統一するっていうことをやってて、まあその中でいやこれもう使わないなっていうのが何個か出てきたんですよね。まあ、無印良品の商品ではないものだったりとか、無印の商品に変えて、まあ、その後使わなくなったものとか、そういったものがあるんですよ。で、今回捨てるものっていうのはちょっと大きなものになります。まあ、なのでせっかくなので動画に収めておこうかなと思って今動画を作っています。はい、ではまずですね、今回捨てるもの3つあるんですけど、そのうちのまず1つ目は、はい、こちらですね。ちょっともう汚いんですけど、はい、これ何かわかりますかね。はい、キッチンマットになります。もうキッチンマット捨てます。はい、まあ、捨てる理由はまあいくつかあるんですけど、まあ、まず一つ目ですね。一つ目がもうこれ使ってもう4年目ぐらいになるんですよね。まあ、なのでもう結構ボロくなってきてると。であと、まあ掃除がめんどくさい。僕キッチンマットをもともと買った理由が、これ前の家だったかな、この家じゃなくて1個前の家で初めて一人暮らしをした時にこれ買ったんですけど、その時はキッチンマットは買うものだっていう風な、なんかこう先入観というか、そういったものがあったんですよね。まあ、なのでキッチンマット買ったんですけど、まあ、ただ買ったのはいいけど手入れがめんどくさいなみたいな。まあ、そして別にキッチンマットなくてももともとそんなに自炊をしなかったっていうのがあるんですよね。で、最近ですね、このキッチンマットを取り払って料理をするようになったんですけど、もうこれないだけでかなり掃除が楽なんですよね。掃除機かけるのすごく楽だし、あとクイックルワイパーみたいな、まあ、そういったモップ掛けっていうのもすごく簡単になったので、もうこれは正直いらないなと思ってこれ捨てます。これニトリで1200円ぐらいだったかな、多分まだ売ってあると思うんですけど、これはもういらないかなと思って捨てます。そして次ですね、次こちら、はい、洗濯カゴになります。で、これも捨てます。で、理由はですね、次捨てるものですね、ちょっとここにある大きなものなんですけど、はい、こちらですね。これ前、お風呂場洗面所に置いていた台なんですけど、この上にこれを、はい、こんな感じでいつも置いて使ってたんですよね。まあ、ただもうこのセット自体をもう捨てようかなと思います。まあ、理由はいくつかあって、まあ、まずカゴではなくてこちらですね、こちらの台です。まあ、これまで僕バスタオルとかはここのカゴに入れてたんですよ。ここに入れてたりとか、であと一番下の部分に掃除用具、お風呂場の掃除用具とか、バスマジックリンとかですね、そういったの入れてたんですけど、今はですね別のところに収納してるんですよ。それこそ洗面台、ドレッサーの中の収納スペースだったりとか、あとバスタオルだったら今もう表に出していますよね。表に出してもう普通に取り出せるようにしてるので、ってなるともうこれに収納するものがなくなってしまったんですよ。で、これもちょっともう見た感じちょっと汚いんじゃないですか。まあ、なのでもこれはもう捨てようということで決めました。で、そしてこちらのカゴですね、洗濯カゴも一緒にもう今回捨てます。洗面所のその統一感というか、そういった意味を込めてカゴ自体は無印のランドリーバケット、ステンレス製なのかな、それを無印で見つけたのでそれに買い替えようかなと思います。まあ、僕の家はですね、ドラム式洗濯乾燥機みたいなものはちょっとなくてですね、普通に干してはいるので、まあ、カゴはどのみち必要なんですよね。まあ、そのためにも無印のランドリーバケットに変えようかなと思って、まあ、こちらも捨てようかなと思います。まあ、なので話をまとめると、まずキッチンマット、掃除がめんどくさいのと、まあ、別にいらなくてもいいやっていう理由で今回捨てるっていうのと、あとこちらのセットですね、はい、こちらの今まで洗面所に置いていたもの、これを捨てます。捨てて、洗面所に関してはもう無印良品で統一をしようかなというふうに今やってるので、まあこれはちょっともうお別れということになりますね。はい、ちなみにキッチンマットここに敷いてましたね。まあ、ただなくなったおかげですごく統一感が出てきたんですよ。ちょっとすいません、ゴミ袋が映ってますね。はい、こんな感じですごくすっきりしました。そして前あの台を置いてたのここなんですよね、ここ。まあ、ただもう取っ払ったので、もうすごくすっきりするようになりましたね。まあ、ここに無印で購入するランドリーバケットを置こうかなと思っています。まあ、今タオルとかねここに置いてますし、まあ、正直いらないかなっていう感じなんですよね。はい、ってことで今回はですね、僕が捨てるものについて紹介をしていきました。まあ、今後もですね、たまーになんですけど捨てるものっていうのはちょっと紹介をしていこうかなと思うので、
まあやっぱりね、こう物が減っていくといらないものって出てくるんですよね。まあ当時は僕は別にミニマリストとかそういったシンプリストとかそういった思考では全然なくて、もう本当にただインテリアとか好きだったんですよ。インテリアとか好きで結構凝ってたんですけど、まあただ余計なもの結構買ってたなっていうのをすごく思い知らされましたね、自分自身がですね。はい、まあぶっちゃけいらないものはもう今後買わず必要最低限のものでシンプルな暮らしっていうのをちょっとしていこうかなと思うので、まあそういったのは今後気をつけていこうかなと思います。はい、こんな感じで僕のチャンネルではですね、普段は無印良品を中心としたライフスタイルっていうのを発信していて、まあ今シンプルライフ的なことも発信しているチャンネルになります。まあ気になる方はですね、ぜひチャンネル登録と、あとこの動画が良ければぜひグッドボタン、高評価もお待ちしております。であとインスタもやってます。インスタ動画の概要欄に URL 載せてますので、気になる方はぜひチェックをお願いします。では動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。それでは。